あの日屋根裏部屋で開いた絵本、金色の杖かざす魔法使い。あれ、ナイアス君、キョロキョロしてどうしたの？別に、何でもない。お前には関係ないだろ。もしかして、何か大切なものでも落としたんじゃないの？こういう時だけ勘がいいやつだな。どっちにしたって、お前に手伝ってもらうつもりはない。そんなこと言わないの。私も探すの手伝うよ。おい、勝手に話を進めるな。くそ、お前より絶対に先に見つけ出さないと。見つからないな。あんなもの誰かが拾っていくとは思えないし、どこに行ったんだ？ねえ、何を落としたのか教えてよ。物がわからないと探しようがないよ。だから、お前には最初から頼んでないって言ってるだろ。何よその言い方。せっかく手伝うって言ってるのに。いいわよ、もう知らないよ。そうしてくれ、その方が俺としても都合がいい。これって写真？ルーフェスとライアス君だね。二人ともまだ子供の頃かな。あ、おいお前、それを早くよこせ。何でもいいからすぐよこせ。は、探し物ってもしかしてこれ？よせ、やめろったら。それは俺のだ。そいつを渡せ。もっと見ていたかったのに。それに別に隠すことないじゃない。家族のものを持っているのは普通でしょ。俺にとっては特別なんだよ。お前にはわからないだろうけどな。ハゲルの武器屋へようこそ。こいつでいいか。はよ、毎度あり。いつでも来てくんな。
こんなところでどうしたの？メルル、ちょっと昔のことを思い出してたんです。覚えていますか？よく二人で星を見て流れ星に願い事をしようって。もちろん覚えてるよ。なかなか流れ星が見つからなかったんだよね。ケーナ、流れ星見つかった？全然。おかしいな。こんなにいっぱいお星様がいるのに、どうして流れ星はいないんだろう。お星様は私たちのお願いを聞きたくないのかしら。そんなの困るよ。お願い、絶対聞いてもらわないと。そんなに大切なお願い？うん、これが叶わなかったら、私…メルルは、どんなお願いをするの？それは秘密、教えられないよ。ケナは？私も秘密。声に出したらお願いは叶わないってルーフェス君が言ってたから。そうなの？お願い叶わなかったら困るな。じゃあやっぱり秘密にしようよ。心の中だけでお祈りして口には出さないこと。いい？そういえば、あの時のお願いって？秘密です。叶うかどうか、まだわかりませんから。そっか。じゃあ私も秘密にしておこうっと。でも気になるな。じゃあ少しだけ。あの時、私は変わらないことを願いました。変わらないこと？はい。でも、あの時のお願い、叶うかどうか少しだけ不安なんです。これから国がどんどん発展して、いろんなことが大きく変わっていくでしょう。その時、今まであったものが一つずつなくなっていくのかなって。もしかしたら、私とメルルが一緒にいられなくなることがあるかもしれない。そんな変化は嫌だなって。私は大丈夫だと思うな。国が発展しても大切なものは変わらない。いや、変えちゃダメなものもあるはずだよ。そうですね。メルルがそう言ってくれるなら私も安心です。きっと
大丈夫。これは姫様、どういったご用件でしょうか。これは姫様、新しい開拓の報告があるようですね。お話を聞かせていただけますか。なるほど、確認いたしました。内容をまとめますので、そのままお待ちください。姫様、先ほど拝見しました内容をまとめておきました。今後の活動にお役立てください。ではまた何かありましたら声をかけてください。これは姫様、了解いたしました。かしこまりました。それでは設置の準備を進めておきましょう。ではまた何かありましたら。それじゃあどこに行こうか。あー！遅い奴らだな。任せとけ。当たってください。はあ、修行の成果が出たみたいだな。